うしたの、いつきちゃん。元気ないわね。悩んだら相談だよ。私たちでよかったら話してみて。ありがとうございます。もうすぐお姉ちゃんのお誕生日なんですけど、ここに来た最初の年はちゃんとお祝いできなかったなと思って。あれからもう1年なのね。今年はなんとかお姉ちゃんに喜んでもらえるように頑張りたいんですけど、ちょっと自信なくて。大丈夫、いつきちゃんのその気持ちがあれば何だってできるよ。そうでしょうか。うん、きっと大丈夫。それで何をするつもりなの？今年は頑張って料理の腕を振るおうかなと。そういうことなら東郷さんに作ってもらったらどうかな。そうね、そうしたいわ。スミちゃん、お手伝いお願いできる？はい、実は少しずつ準備を始めていたんです。ケーキのろうそくは15本でいいんですよね？え、去年15歳のお祝いしたから今年は16本じゃないの？そうはいかないのがこの世界の不思議なんだよ。この時空の中では勇者たちも周囲のみんなも時間が止まっていて年を取らないみたいなの。つまり15歳の誕生日が今年で3度目ってこと？そういうこと。まあ風のことだから何か祝っても喜びそうだけど。でも皆さんに何度もお祝いしてもらうのも悪いですよね。それで元気なかったんだ。でもいつきちゃん、お誕生日は何か祝っても楽しいよ。そうだぞ、友達にとってはこの世界に来て最初の風の誕生日なんだし遠慮するな。お誕生日会ってするのもされるのもワクワクするもんね。ぐんちゃん頑張ろうね。そうね、犬坊崎さんにはいろいろお世話になってるし。よし、ではみんなで総力を挙げて風さんの誕生日を祝うことにしよう。というわけで今から作戦会議を始めます。みんな来てますか？はーい、全員集合してます。じゃあ今回の誕生日は風先輩？いや、本人は参加しちゃダメでしょう。そうよ、ほらさっさと退場してちょうだい。油断も隙もあったもんじゃないんだから。では仕切り直して、まずは何をプレゼントするかを決めなくてはな。いつきちゃん、ふうさん何か欲しいものとか言ってなかった？改めて言われてみると、何がいいんだろう。3度目ともなると普通のプレゼントを渡すだけってのも芸がないよね。じゃあここはバーンとうどん食べ放題とか？それいいな、盛り上がりそうだ。バカね、そんなことしたら私たちのお小遣い空っぽになるまで食べられちゃうわよ。それはまずい。それに風さんイコールうどんというのもあまりにも安直すぎる気がするしな。そういうことならスペシャルサプライズ。歌の何か妙案が？うどんと見せかけてそば食べ放題はどう？なるほど、それはびっくりですね。けど本当にいいんすか？お姉ちゃん、うどんが一番とは言ってますけど、おそばも食べ放題って言われたら。うたの、去年収穫したそば粉全部なくなっちゃうかも。オーマイガー、それは私がサプライズな展開ね。残念だけど辞退するわ。振り出しに戻ってしまったな。何がいいかな。ふうさんが欲しがるものってなんだろう。まあうどんといつきよね。その2つ以外だと女子力？お、それいいんじゃない？女子力をプレゼントするということか。タマ、人にあげられるほど持ってないぞ。あ
私もちょっと自信ないな。そうじゃなくて、女子力が上がりそうなものをプレゼントするんだよ。それいいかも。お姉ちゃん、きっと喜びます。よし、それじゃあテーマは決定ね。ふう先輩の女子力アップ大作戦、イエーイ、お空の果てまであげちゃえ。けど、女子力ってどうすれば上がるんだ？いろいろあるでしょ。女性ホルモンを増やすなら大豆イソフラボンとか。もぎたての新鮮なフルーツを食べればお肌もピチピチで綺麗になるわよ。素敵な殿方との心ときめく恋なんていうのも女子力上がりそうですよね。いい考えだけど、私たちからプレゼントするのは難しそうだね。ゆうきさん大丈夫、ドキドキメモリーズのガールズサイドならゲームショップで買えるわ。焼肉を上手に焼ける女子は女子力高いって聞いたことあるし、焼肉食べ放題とかは？それは銀が食べたいだけでしょ。バレたか。けどパーティーには美味しい料理は外せない。全員で動くと統率が取れそうもないな。チームに分かれてそれぞれで女子力の上がるプレゼントを選んでみてはいかがでしょう。そうだな。では各自チームに分かれて行動開始だ。女子力といえばやっぱ何はなくともとにかくファッションよね。うん、可愛い服って着るだけで気持ちも女の子っぽくなっちゃうもんね。サマはそうでもなかったぞ。あんなのはもうごめんだ。玉地先輩の女装すごく可愛くて似合ってたのに。もう忘れてくれ。土井さん、女装という言葉には突っ込まないのね。しかし同じチームにセッカが一緒にいると心強いな。ついでに若葉ちゃんに似合う女子力アップ服も選んでもらいましょうか。オッケー、任すとき。あー、いいなー。くんちゃん、私たちも何か買おうか。ええ、そうね。ちょっと待て。本来の目的を忘れるな。今日はフーさんの誕生祝いを。ごめんごめん、みんなとのお出かけが嬉しすぎてつい。みんなの服はいつでも一緒に買いに行ってあげるよ。夏目さんも一緒に買いに行かない？みんなでフーさんに似合う可愛い服探すんだよ。すまない、誘いはありがたいのだが一人で用意したいものがあるんだ。夏目さん、何を準備するんでしょうね。ともかく服を買うならショッピングモールだな。先輩は結構センスがいいから気合を入れて選ばなきゃね。せっかくだからいつもとはガラッと違う雰囲気の服とかもいいかもしれませんね。それもそうね。みんなはいつも先輩にどんな印象を持ってる？大食いで力持ち、頼りたくなる包容力。少し暑苦しい時もあるけど大黒柱みたいな頼もしさがあるのよね。あはは、女子力とは対極のイメージばっかり。頑張りがいがあるにゃ。あちらのグループは服を買いに行ったみたいね。女子力といえば洋服なんて分かりやすいわね。じゃあ私たちはニボッシーおすすめのイソフラボンボンで行きますか。イソフラボンボン、イソフラボンボン。あんた、なんだか分からずに言ってるでしょ。バレちゃった。けど声に出すと楽しくなるし女子力上がりそうだよね。けど飲んですぐ効くってわけじゃないのよね。せっかくなら即効性のあるものがいいわよね。何がいいですかね。やっぱりプレゼントは被らない方がいいですよね。うん、風先輩結構衣装持ちだから服じゃない方がいいかも。服以外で女子力を上げる方法ね。いいこと思いついたよ。女の子らしい素敵な香りなんかはどう？いいかも。
すれ違った時にほのかにいい匂いのする女の子って女子力高いもんね。いつきちゃん、ふう先輩はどんな匂いが好きかしら。あんまり乗り気じゃなさそうね。素敵なアイディアだとは思うんですけど、お姉ちゃんの一番好きな香りって。なになに、お花の香りとか。あ、石鹸の匂いなんかも素敵だよね。いえ、お姉ちゃんが一番好きなのは取ったばかりの出汁の香りなんです。なんていうか風らしいわね。じゃあ何がいいんだろう。そうだ、髪飾りは。髪飾り、いつもとは違ったヘアアレンジをしてキラキラの髪飾りで飾ってあげるの、どうかな。きゃー、いいねいいね、女子力100万倍アップ間違いなし。よし、じゃあ私たちは最強に女子力の上がる髪飾りを探しに行くわよ。どう似合ってるかな。わあ、ふうさんかわいい。やっぱりワンピースにして正解だったね。ふうさんは背が高いからこういう可愛らしいのは違うかと思ったが、着てみると違和感ないわね。可愛らしさと大人っぽさの共存、これこそがせっかさんのワンランク上の女子力コーデだよ。あんたたち、私のためにありがとう。ふう先輩、泣くのはまだ早いですよ。私たちからのプレゼントはこれ。洋服は西暦組が買っていると思ったから私たちは髪飾りにしたんです。お姉ちゃん、つけてあげるから動かないでね。いつきに髪を飾ってもらえるなんて、私は世界一の幸せ者ね。わお、ふうさん女子力全開ね。そんなふうさんに私たちからもプレゼント。これ私とウタマンからです。お茶。女子力といえば料理力、和洋中の鉄人が認めた匠の出刃包丁よ。 ありがとう。びっくりしたけど、これはこれで嬉しいわ。ちょうどいい、その包丁で早速これをさばいてくれ。夏目、それはお祝いの鯛だ。歌のとミトのはまだわかるけど、夏目さんの思う女子力って。お待たせしました、お料理の準備ができましたよ。あ、すごいボリューム。見た目はキラキラで女子力満載だけど、うどん食べ放題って言葉が頭から離れなくて作りすぎちゃいました。あんたたち、ありがとう。残さず全部いただくわ。本気？ワンピースが弾けるわよ。極めつけはこれだよ。ダダーン、女子力全部盛りのスペシャルケーキ。普通の誕生日ケーキじゃ物足りないから、女子力をテーマにしたスペシャルなケーキです。3度目なのにこんなに祝ってくれるなんて、みんな本当にありがとう。お姉ちゃんが喜んでくれて嬉しいよ。4回目の誕生会も楽しみだ。